ぽっちゃり猫ブリジットとガルミコとガトールミコのワンカットオブザカクテル。Hello, I'm Rumi and this is my cat Bridget. Today, I'm gonna make キュラソークーラー。今日はキュラソークーラーを作ります。その前にちょっとお話をしますね。私、毎日家で運動してるんですけども、フラフープをだいたい1日1000回から1300、たまに500回ぐらい、あと柔軟ストレッチとちょっと筋トレをしています。午前中と夜ちょっと遅くに分けてやってます。だいたい合計で1時間ぐらいなんですけども、運動しながらネットフリックスで映画やドラマを見ています。だから楽しくて続きますでも最近ではやっぱりなんか韓国ドラマにハマってますね。面白いですよね、すごく。やっぱ一番最初に見たのが、愛の不時着、ヒョンビュンと、ソン・イジェ本当に素敵な、でもなんだかサスペンスいっぱいの本当に素敵な素敵なドラマでしたね。皆さん絶対まずはおすすめです本当北朝鮮にが舞台なんですけども、ヒョンビン本当に素敵な兵隊さんで、こんな素敵な兵隊さんがいたら北朝鮮行ってみたくなっちゃいますよねとバカなこと考えたんですけども、そうですね、本当に一途で彼女を守って、でちょっと時々やきもち焼いたり、本当に素敵なんですよね。それからその次に見たのが君の声が聞こえる、イ・ジョンソク。イ・ジョンソクはイケメンではないんですけども、顔が小さくて手足長くて本当にモデルみたいなんですよね。体型が本当素敵です。そして君の声が聞こえるもそうですけども、イ・ジョンソクの主演作品 のピノキオ、それから、ドクター・イホージン、みんな子供の時から好きな女性をずっと好きなんですよね。でもちろんみんなサスペンスも盛りだくさんで本当に面白いです。それからパク・ソジュンのイテワンクラスとキム・ヒショ、一体なぜ。キム・ヒショの方はラブコメディなんですけど、ちょっとだけサスペンスだったかな。あとイテワンクラスの方はなんかサクセスストーリーで、あと復讐とかもあるんですけども、両方すっごく面白いです。パク・ソジュンもイケメンじゃないんですけど、でもとっても素敵です。それで相手役だったキム役をやったパク・ミニョ、とっても綺麗で可愛いです。これもぜひおすすめです。それから一番最近見た被告人チセンですね。主役はとってもなんか最初かわいそうなんですけども、スリルサスペンスいっぱいでドキドキで本当に面白いです。チセンはイケメンですちょっととても素敵です。はい、ではブーちゃんごめんね。ブーちゃん、いやブーちゃんまた前習いだねでは作りますね。材料はダークラムとブルーキュラソーと、それからちょっと待ってくださいね。ごめんなさい、ライムジュースです。はい、ブルーキュラソーじゃない、ダークラム2オンス、ブルーキュラソー2分の1から1オンス、それからライムジュース、なかったらレモンで代用してください。お、1オンスですね。はい、では作ります。お、なんか氷入れるのが苦手なんですよね。ブルーキュラソーを
カフェ1オンス入れましょう。はい、ライムジュースですね。でシェイクします。グラスに氷を入れて、なんか氷がくっついてるから、はい、はい、綺麗な色ですね。それで炭酸水ソーダを満たします。そして軽くステアするんですけど、ごめんなさい、バースプーン忘れました。それからオレンジを飾ります。チアーズ。やん。先ほどちょっと家で運動してることをちょっとお話ししたんですけども、私の自慢は、2トントラックを運転したことって以前にお話ししたことあるんですけども、もう一つの自慢は20代から体重が変わってないということです。もともと太りにくい体質ではあるのですけども、とにかくそうですね、まあ子供の時からですけども、本当に時間の逆算が下手で、毎朝遅刻しそうで走ってたんですね。走ってバス停まで行ったり、それから降りてからまた学校まで走ったり、それからもう勤めしてる時も本当に毎朝毎朝本当に走ってました。何十年です。それでかなり足腰が強くなったと思います。そうですね、朝いつもラジオ体操の第一と第二をやって、それからネットフリックスを見ながら、フラフープと柔軟ストレッチ筋トレをしています。でも本当に毎日何十年も走ってたのは随分足腰が強くなってます。悪いことに、いつもなんか、なんで5分早く出られないのかしら、本当嫌嫌と思いながら走ってるんですけども、本当足腰強くなりました。やっぱり悪いことの反対側には、いいこともあるんですね。ね、ブリちゃん。うん、ブリちゃん、ほら、ブリちゃん。はい、ブリちゃんね、ちょっとね、ちょっと、またたび上げてます。あ、ブリちゃん、はい。はい。チアスアゲーン。Yeah. Please subscribe, like, and leave a comment. チャンネル登録お願いしますね。それからコメントといいねお願いします。